え皆さん、こんにちは。本日の旬のテーマ、トピックですけども、えー、米国個別株 ETF。米国で登場してから早い1年強と題しまして、ご説明の方ですね、えー、していきたいと思います。それでは、早速参りましょう。えー、と本日ですね、えー、とテーマ、全部で2つございまして、1つ目が、米国の個別株 ETF。 そして2つ目ですね、まあ、当社でも取り扱いのございます個別株 ETF の参考銘柄ということでですねいくつかご紹介の方をしていきたいと思います。なおあの今回のこの個別株のですね ETF、まあ、あのブルーベア型になるんですけれども一般的なあのレバレンジ型あとインバース型の ETF よりもまあ値動きが大きくなりまして まあ相対的にリスクがですね、まあ高まる可能性がある点につきましては、まあご留意いただければというふうに思っております。それではですね、まずえこの今回のこの個別株 ETF、まあ結構こうスパイスの効いたですね、まあ商品と言ってもいいと思うんですけども、そもそもこの個別株 ETF とまあというのはまあどういったものかということで、まあ大きくですね、まあ四点ほどあるんじゃないかな。 まずですね、まあ、そもそもこの個別株 ETF 例えばのテスラだとかアップルといった市場でもこの人気の高いですね個別株のパフォーマンスの日時ベースにおけるまあ投資成果をですね目指すブルーベア型の ETF になりますしたがいまして、えー、こう取引のまあ想定という期間はですね非常に短いもう短期でですね というようなイメージになります。まあ、従いまして、いわゆるそのバイアンドホールドのですね、長期的な目線で、えー、まあ投資をですね、お考えのパターンにはですね、あんまりこう向かないというふうに考えられます。そして、えー、まあよりアグレッシブにですね、まあ、収益をまあ狙ったり、あるいはまあすでに持っているポジションに対しまして、まあ、ヘッジのですね、 まあ目的等での利用、まあ、こういったところもですね、まあ、想定されておりますでちなみに今回のこの米国のですね個別化 e t f 登場していましたのが2022年の7月ということになりますので、まあ、あの登場してから大体1年今日というような形になりましてまだこうホットなんですね、まあ、商品ということが言えるかと思います それではまずですね、ここの米国の上場の ETF のカテゴライズということでですね、これ全てを網羅しているわけではないんですけども、イメージしやすいようにグラフで少しちょっとこう区分けをですね、してみました大きく4つございまして1つがインデックス型の ETF2 つ目がブルベア型の ETF3 つ目が アクティブ型の ETF 4つ目が今回のですね ETF という形になりますで、まあ、インデックス ETF というのはですね、まあ、一番馴染みがあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、いわゆるこの指数のですねに連動する ETF になりまして例えばバンガードのですねサンド P500 の ETF、まあ、こういったところがですね、まあ、有名なインデックス型の ETF になります。 で同じようにまあ見ていきますと、えー、ブルーベア型の ETF。これはあのディレクションのですね、デイリーエンド P500 ブルー3倍 ETF。まあ、こういったブルーベア型の ETF がですね、まあ、メインになってまいります。あと、アクティブ運用のですね、アクティブ ETF、えー。これに関しましては、JP モルガンのですね、エクイティプレミアム ETF。まあ、こういったのがあメインになっています。 で個別株の ETF ということで、まあ、後ほども,あのもうですね少しご説明させていただきますけども、えー、ディレクションのデイリーアップル株ブルー1.5倍、まあ、ETF ということでですね、えーまあ、今回のまあお話のテーマになってまいります、まあ、個別株 ETF ということで、まあ、こういった種類の ETF がございます。で、えー、こちらのグラフですね えまあ個別株 ETF の中でもえまあ特にこうまあ人気の高いといいますか資産の大きいですねえテスラのえ個別株 ETF のえご説明になるんですけれどもこちらがディレクションのデ,デイリーテスラ株ブル1.5倍 ETF と同じくベア1倍の ETF のえ総資産のですねグラフになります。赤が あ,あブルで、えー、黒がああベアという形になります。でまああのまあ見ていただきますと結構一目瞭然なんですけども、えー、ブル1.5倍の ETF がですねまあ非常にこう大きなこう総資産をですねまあ拡大しておりまして足元ではまあだいた10億ドル近くですね総資産がまあ増えているという形になります。一方まあベア型に関しましてはまあこうなぎと言いますかまあ横倍にまあ近いような形になってまいりますっておりますので。 まあ総資産の観点でいきますとディレクションデイリーテスラ株ブル1.5倍、まあ、ブルー型のですね ETF のまあ人気が高いといったことが言えるんじゃないかなというふうに思われます。でこちらにございますのがですねこちらの少しちょっとこう中上級者向けの投資家の方向けのですねちょっとこうレベルの高い投資戦略ということで一つちょっとご紹介したいなと思うんですけども、まあ、いわゆるですね えーまあ、ロングショートにです、ねまあ、近いようなイメージの、まあ、戦略になりますけども、えー、まずこちらのグラフにございますのがあ年初来のパフォーマンスになりますで、えー、赤があテスラで黄色がですねアップルという形になります。 で赤のテスラ見ていただきますと今年の、えーまあ、前半ぐらいまではですね非常にあの、まあ、好調といいますか非常にあのいいパフォーマンスを出してきたんですけども、まあ、このところ見ていただきますと結構こう上根をですねこうちょっとこう切り下げるような動きが見られまして結構ト,ロンでトレンドで言いますと、まあ、右下みたいなですねこう,うイメージができるんじゃないか 一方であのアマゾンですね、まあ、テスラほどボラティリティは大きくはないんですけども、まあ、着実にこう右肩上がれていますか株価がですね切り上がっているというような動きになります。で冒頭申し上げたとおり今回のこの個別株 ETF というのは視点があの長期ではなくてですね、まあ、短期非常にこう短いスパンでのです、ね、投資をまあ考慮しているということになってまいりますので。 こういったこのチャートのパターンとかはですね、まあ、結構あのキーポイントの一つになってまいりますでまあこの短期目線でのですね株価の推移などを観覧しますと、まあ、テスラちょっとこう右肩下がりのですね、まあ、チャートで、えー、まあファンダメンタル的にもちょっとこう値下げなんかの話もございましてちょっと株価的にはですねちょっと上値を抑えられている動きが続いているといった状況で一方テスえっ、ー、とアマゾンですね 年末商戦もですねいろいろあのございますので、まあ、結構期待感がございまして株価の方もですね結構こう上値を捉えするようなあ動きが見られます。したがいまして、えー、この2つのですねコペツカ t f を使って、まあ、どういったことができるかといいますとアマゾンにまあ強気テスラにまあ弱気といったですね、まあ、ポジションを彼にまあ構築するような。 ことができるんじゃなないかなと思いますでそれにまあ使うですね、まあ、ETF といたしましてそれぞれ個別株のブルーベアすなわちディレクションのデイリーアマゾンブルー1.5倍の ETF と同じくテスラのですねベア1倍の ETF これをまあ組み合わせる形で短期的な収益が狙いにいけるチャンスがですね、まあ、出てくるんじゃないかなというふうに考えております。まあ、こういった あの短期のですねトレーディングになりますので全ての投資家にこう、まあ、好ましいかと言われるとそうではなくてです、ね、ある程度のですね経験を持たれたいわゆる中上級者のですね投資家の方にですねこういったところがご参考になればということでご紹介の方てしそれではあの最後ですね当社の方でも取り扱いがございますけども。 今回の米国個別株 ETF、まあ、どういったものがあるかというのをですねご紹介して終わりにしたいと思いますで基本的にあのハイテク関係がですね、まあ、多いんですけども、えー、ご案内通りハイテク株は今ですね株価が結構好調でございますのでベア型の ETF は結構こう右肩下がりのですねものがあの目立っておりますでまず最初ですねこちらあアップル ですねにパフォーマンスにですね連動を目指したあ ETF ということでディレクションデイリーアップル株ブル1.5倍 ETF という ETF になりますこちらはなアップルのですね日時パフォーマンスの150%の日時投資成果をですね目指す ETF になりまして設定日が2022年の8月になります。 で下にございますのが過去1年間のですね、えー、チャートという形になりますけども、えーまあ、まだ高値は取りに来てはいないんですけども、ちょっと高値をですね、まあ、狙いにいくような動きを今、仕事では見せておりますで。こちらがですね、逆にベア型ということで、ディレクション・デイリー・アップル株、ベア1倍 ETF ということで、まああ、アップルのですね、 日パフォーマンスの100%逆、まあ、上がったら下がる、下がったら上がるというようなですね、えー、ETF になりますけれども、えー、下の方にチャートを付けしてございますが、まあ、アップル株価好調でございましたので、えー、ベアの ETF としてはですね、ちょっとこう難聴なあ推移になっております。で、同じような感じでですね、進めていきたいと思いますが、こちらがアマゾンのですね、ブルー1.5倍 ETF。 でちゃんとです、ねまあ、過去1年間の高値をですね、まあ、トライするような動きということで、まあ、結構好調な動きが見られます。でこちらが逆にアマゾンのベア1倍 ETF ということで、まあ、安値をですねちょっとこう切り下げるような動きで、まあ、弱いですねちょっと推移が続いております。でこちらがですね、えーまあ、アルファベット、まあ、Google のですね ブルー1.5倍 ETF ということでこちらもアマゾンのブルー1.5倍 ETF と同じような形でですね高値圏をトライというような動きになっております。でこちらですねグーグルベア1倍 ETF ということでこれもですねあ他のベアと同じような形で弱い動きが続いているというような状況になります。 でえー、こちらがです、ねえー、マイクロソフトのブルー1.5倍 ETF、まあ、今回ご紹介させていただきます、このブルー1.5倍 ETF の中ではです、ね、一番あの強いトレンドがまあ確認できているです、ね、ETF になりますけれども、えー、マイクロソフトのブルー1.5倍 ETF になります。まあ、高値をです、ね、足元で抜いて、上値を追っているようなです、ね、強い株価の推移が確認されております。 でこちらがマイクロソフトのベア1倍 ETF ということで、ですねこちらも、えーまあ、株価が好調でございましたら、逆にですね、下値をこう切り下げるような動きが足元ではまあ続いているというような状況になります。あと最後ですね、テスラブル1.5倍 ETF になります。まあ、先ほどの えー、アマゾンとです、ね、テスラとの,この株価の推移、ね、のところでもご紹介させていただきましたが年,後半まであ年前半までまあ結構好調ではございましたが足元では、上値をです、ねまあ、切り下げるような形になってきておりまして、まあ、若干、ちょっと元気がですねちょっと今方向感が出し見えづらいといった状況になっているかと思います。 で、こちらが、えー、テスラのまあ、ベア1倍の etf ということで、まあ、安値圏でのまあ推移というような状況になっております。えー、今回ですね。アメリカの個別株の etf のですね、えー、ご紹介の方をさせていただきました。あのー、まあ登場してまあ1年強ということでございますが。 アメリカの方でもですねまあ総資産見ていただくとお分かる通り一部の ETF に関してはですねまあ結構人気が出ているということで、えー、ご紹介の方ですね今回させていただきましたそれではあの今回の旬のテーマトピックスにつきましては以上で終わりにしたいと思いますご視聴ありがとうございました